島根県出雲市の冷凍物流会社に刃物を持った男が立てこもった事件で、警察は先ほど午前8時33分に20代の男を監禁容疑で現行犯逮捕しました。人質になっていた女性は解放されていて無事だということです。昨日午後2時半ごろ、出雲市の冷凍物流会社上田コールドの従業員から刃物を持った男が立てこもったという内容の110番通報がありました。警察によりますと、会社には当時7人の従業員がいましたが、逮捕された男は40代の女性事務員を人質に立てこもりました。その際、社長を出せと話していたということです。男は女性とともに建物の2階にいて、複数の捜査員が説得を続けていました。男は20代とみられ、会社との取引や雇用関係はなく、人質に取った女性とは面識はないということです。逮捕された男はブラインドを下ろした際軽い怪我をしたということですが、女性が怪我をしたなどの情報は今のところありません。立てこもりは昨日午後2時半ごろから18時間以上続いたことになります。